ビッグバド。ヘドンがお届けするこの新製品はビールの王様であるバドワイザーに触発されて作られました。しかし私たちがこれをルアーの王様、キングオブルアーと呼ぶ理由は他にもあるのです。それはビッグバスルアーとして強力であり、フィールドテストでもランカーバスを何度も何度も釣り上げたからなのです。1975年、バスマスターマガジンの広告ページのコピーはこう始まっている。バドワイザーのミニチュア缶にリップとブレードをつけた人を食ったようなデザインのこのルアーは、間もなく日本にも持ち込まれ、2、3の大会でウィニングルアーとなるなど大活躍。大きなウォーブリングとリップ音、そして引き波、これこそがビッグバスを狂わせる。このビッグバドっていうのは、もともとこのビール会社のバドワイザーって会社のノベルティとして作られたっていうことなんですよね。だから最初からこのノベルティを優先で、機能を優先、どっちだったのかなっていう気がしますけど、魚を吸い寄せる力っていうのかな、そういうのがあるんですよね。出てから大物を釣ったりとか、そういう話がたくさん出て、それで人気になったんですね。で、初めて日本に来て僕なんか使った時はクランクベイトだと思ってたから、よく使い方分かんなくて、なんだこれ全然潜んねえじゃないかとかつって、こうやって引いて、すげえ強い動きだなとかつって、よいしょよいしょよいしょとこうやって巻いてましたけど、である時ちょんちょんってやったら、おお、その場でくる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 首振るじゃんって言って、でチュチュってプッと浮かしたりして、ああこれ面白いっつって、こういう使い方して、あとゆっくりパパパパパパパッとこう、ね、水面にペラがカン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 落としながらずーっと引いてくる、あこれが有効だっていうのが分かって、僕が一番いいのを釣ったのはキュッキュッとこう水面でこうやって遊んでる時でしたね。